サンドランスはアメリカ海軍のスタージョン救援主力潜水艦の12番艦。艦名はイカナゴにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはバラオー急潜水艦93番艦以来2隻目。サンドランスの建造は1963年10月24日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所に発注され、1965年1月15日に寄港した。 1969年11月11日に、トマス・ J ・マッキンタイヤ夫人によって、命名、浸水し、1971年9月25日に、ウィリアム・エイ・ケニントン艦長の指揮下収益する。収益当日、サンドランスは母校をポーツマスから、サウスカロライナ州チャールストンへ変更された。同年の残りは、講師訓練で過ごし、翌1972年は、 チャールストン近辺で活動する。1973年2月に特別任務のためチャールストンを出港し、4月21日に期間6月11日まで港に泊まった後、特別任務で再び出港した。任務は8月に完了し、8月13日にスコットランドのファスレーン海軍基地に寄港する。サンドランスは八月二十日に同行を出港し、九月五日に チャールストンに到着した。サンドランスは1998年8月7日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下1998年4月1日に解体作業が始まり、1999年8月30日に廃棄が完了した。ありがとうございます。